さてと、気合い入れて準備しないと間に合わないっすよ、こりゃ。さすがにこの時期は忙しいんでしょうね。今日ようやく入荷して。先輩？あれ、言ってなかったですっけ？ハロウィンですよ、ハロウィン。事情も聞かずについてきていたとは。さすがっすね、先輩、惚れそうっす。ジョークっす。あ、ちょっとは残念な気分だったりします？伝えてなかった自分もどうなんだって感じっすね。本当すんません。そうです、ハロウィン飾りの買い出しで、先輩は荷物持ちということっすわ。ああ、わざと伝え忘れたんじゃないっすよ、ガチです。でも先輩なら正直に荷物持ちだよって言っても来てくれたっすよね。そうっすよ、先輩はそういう人っす。おだててなんかないっすよ。あ、ここです。この店でもういろいろ注文してあるんすよ。先輩も気に入った飾りがあれば買ってもいいっすよ。と、とりあえず自分先に注文してある品物を受け取ってきますんで、ちょっとお待ちを。先輩、ちょっと大変なことになっちゃったんすけど、注文する数一桁間違えちゃったみたいっす。これ持って帰れますかね？よいしょっと。台車借りれてよかったっすね。先輩が一緒じゃなかったら完全に詰んでましたよ、これ。危なかったっす。いや、本当ありがとうございました、先輩。つうことで、引き続き飾り付けの方もお手伝いよろしくお願いします。それにしてもすごい数っすね。これじゃバラ園じゃなくカボチャ園っすよ。予定よりは多くなっちゃいましたけど、賑やかな感じには仕上がりそうっすね。そうっすね。飾り付けの方は先輩のセンスにお任せっす。と、あ、そうそう、これは明日用なんですけど、先輩のも用意しといたっす。その通り、コスプレじゃないっすね、仮装っす。ちょっと合わせてみてくださいよ。どうっすかね、サイズ感とか。お、いいんじゃないっすか。なかなかお似合いっすよ。はい、自分のっすか。あ、そりゃあ、まあありますけど。いやいや、ダメっすよ。恥ずかしいじゃないっすか。ああ、もう本番はほら明日っすから、明日。つうか先輩、忘れてないっすか。まずは明日の準備。さあさあ、これが終わらなかったら仮装どころじゃないっすからね。明日はお嬢からお菓子いっぱいもらっちゃいましょうね、先輩。あれだけ言っといて明日来てくれなかったら後でひどいっすよ。